この動画も結構ね、ツイッターで出回ってるね、動画っすよねいじめてきた <laughs> 友達の体操着の上の部分、首の部分をみんなで引っ張って、序盤とかに投げて、下のズボンの毛もを全部取って、全部畳んで、それで縛って、掃除用具箱に、ケースの中に入れて、上級上から。 <laughs> TikTok ってさそもそもさこんなことをさあの報告するための動画なのかって話だよね TikTok を作った人っていうのはこれをさこういう動画を上げてほしいがために作ったもんじゃないと思うんだよねクリエイターの人は。でこれってさやってることをさあの犯罪だよねはっきり言って器物破損とかあの刑事事件であの学校の中ってさあの警察入れないじゃんでも変なのにさ。 このやられた側がさ、あのその場でさ、スマホ持ってるんだからさ、警察呼んじゃえばいいんだよね。もうすごいご了承でね。そうすれば、まあ、こいつの親がこれ、責任問うわけじゃん。ってことでさ、ほんとこれ、ムカつくよね、こういうの。で、このさ、強制もなんかイラッとするしね。でさ、あのもう昔のことだよね。今は更してるって言うけどさ、やられた側の気持ちはさ、どうなんだよ。 加害者側が勝手にさ、構成してるだけでさ、被害の側はさ、その埋め合わせなんで何もしてもらってなくて、いまだに傷ついてるっつうのって話で、これはムカつきますよね。まあこういうね、うん、わけわかんないよね。こういうのをさ、動画で上げちゃうっていうのがね、だから全然本当に構成したらこんな構成してますなんて軽々しく言わないよね。もっと、あの、謝罪の方をさ、強く言うよね。まあこういうことがあったとしてもね、ってお話です。どうもありがとうございました。まあとにかくね、 あの、マジでさ、あの、学校の中にその警察がもう入っていいと思うんだよね。だから、学校が入れるんじゃなくて、その、被害者側がもうバンバンその、警察呼んじゃえばいいんだよ、その場で。もう強引にね、もう授業とか休み時間もな、もう関係なしにご了承でやられたら即通報。まあ、それができなかったとしたら、すぐ家に帰った時にすぐ親に言って通報とか、もっと警察を入れるべきだと思います。やられた側はね、以上です。